そして、その後に葵ちゃんにね、うん、こう今までありがとうってね、ことを伝えに行くっていう。俺さあそこのシーン何気に好きなのよ。いやここはね本当にいいシーンですよ、うん、いいシーンだよね。葵ってねあのカナオよりも年上なんですよ、うん、でもその鬼殺隊としての、うん、こう実力的には、うん、鬼に怯えてしまって、うん、なかなかこう戦いに出ていけないからサポートする役に回ってる、うん、でもこうカナオが継ぐ子として、うん、めちゃくちゃこう強い大使になっていることに自分的にはやっぱちょっと負い目を感じ て、ね、このままでいいのだろうかっていうところに炭治郎がかけてくれた言葉が、うん、やっぱどれだけ葵ちゃんの中で救いになったか、うん、そうだね、うん、本当にね。いや炭治郎優しいね、優しいね、優しいね。これはもうね葵はね炭治郎のこと好きだと思いますよ。これ恋だと思いますよ。やめてくれよ、うん、葵を取るんじゃないよ。モテてますね炭治郎ね。ただここの炭治郎のこの葵さんの思いは俺が戦いの場に持っていくしっていう一連のシーン、最初結構僕あの気合い入れてね気合い入れてやったね、やったんですけど、そうそうそうだね、あのディレクションで口説かないでくださいあれはねあのオンエアには載ってないから載せてもらいますけど、エロいです本当にエロかったですか、うん、あの炭治郎はダメよ。あ今後だって炭治郎タラシになっちゃうもん。あれだと葵さんはもう俺の一部だからみたいなねそうやりたいやでもこのシーンねいいんですよね、すごくいい、いいシーン、うん、もう本当に、はい、今後こういうシーンがねまたあったりとかしたら、そう、花井くん本当は口説かないでくださいわかりました。あの本当にいたってあの、うん、平常心であのアニメーションで炭治郎を殺す善逸の絵作ってもらいますからそこオリジナルで、わかりました、オリジナルで気をつけます。でその後にカナオ、そうね、カナオのところに行ってね、そうだね、これもだからさ、いやもうだからさ、何なんだよこの回、葵を落とした後にカナオにすぐ行くっていうね、またそこでもエロいことしようとする、本当にね天然ですよ。まあいやらしい、もう無意識だからね、まあいやらしいやだ見にくいですから嫉妬は本当にやめてくださいね。カナオはね本当やっぱ自分のねこう過去のこともあってなかなか自分でねこうどうすればいいのかあの決められないんだけど、炭治郎が、まあ、確かにね、コインでね、じゃあこれからね自分の心の声をよく聞くかどうか決めようって言ってね投げるわけですよ、うん、そして見事、うん、こう的中させ表を出して、うん、カナオに人は心が原動力だから心はどこまでも強くなれるってね、うん、この言葉を投げてあげるっていうね。なるね、ああ素敵ですね。二人の女性をこう救うというね、カナオもやっぱり炭治郎にね僕は恋してるかなって思うんですよね。言及はされてないですけどね。そうだね、ねえ、ええ、そうだと思いますよ。そうなんですよ、ええ、はい、これは本当も良かったですね。悪い男ですよね、本当に本当に。